皆さんこんにちは、みかんくれです。かぎ針編みで作るハングル、今回は子音の8番目イユンの作り方をご紹介いたします。材料です。今回使用するのは皆さんのお好きな毛糸と糸の太さに合ったかぎ針、とじ針とハサミです。ちなみに今回私が使用するのは韓国ではマシルという名前で販売されているこちらの糸になります。日本ではエッグプラムさんのブランドからリネンコットンベタートゥギャザーという名前で販売されています。ぜひ参考になさってみてください。まずはじめに鎖編みの作り目をします。編み始めの結び目を作ってから鎖編みを24目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、が編めたら、さらに続けて鎖編み2目を編んで立ち上げます。針に糸をかけてから24番目の鎖編みの裏山に針を通して長編みを1回編み入れます。針に糸をかけてから次の目に移って鎖編みの裏山に長編み2回を編み入れて増やし目をします。1、2、次の目には長編みを1回編みます。次の目には長編み2回を編み入れて増やし目をします。次の目には長編みを1回。次の目には増やし目をします。次の目には長編みを1回。次の目には長編み2回を編んで増やし目をします。ここまでで確認してみると、鎖編み2目で立ち上げた後に、長編み1回、増やし目、1回、増やし目、1回、増やし目、1回、増
増やし目と4回繰り返し編んできました。次の目から4目にそれぞれ長編みを1回ずつ編んでいきます。1、2、3、4。次の目からは、初めでしたのと同じく、長編み1回と増やし目の組み合わせを全部で4回編んでいきます。まずは、長編みを1回。次の目に、増やし目。次の目には、長編みを1回。次の目には増やし目。次の目には長編みを1回。次の目には増やし目。次の目には長編みを1回。次の目には増やし目をします。最後に4目が余っていますが、最後の1目を残して次の3目にそれぞれ長編みを1回ずつ編みます。1、2、3、最後の1目に長編みを編みながら8目の目とつなぎ合わせていきます。まずは針に糸をかけて、最後の目に同じく裏山に針を通したら、一番初めに編んだ長編みを編み入れた鎖編みの手前の目をすくうようにして針を通します。針に糸をかけて手前に持ってきたら、そのまま長編みを編みます。これで下の部分がくっつきました。はじめに編み入れた長編みの頭に引き抜き編みをします。これで完全に丸い輪の形が出来上がりました。これで編み終わりになります。糸をカットして、出ている糸を始末したら完成になります。
糸の始末ができたら、これで8番目の子音、イユンの完成になります。今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。